はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、ちょっとお知らせですね、はい、もうね、お気づきの方もいらっしゃると思いますけれども、はい、まえチャンネルの、チャンネルのロゴというかアイコンが変わりました。はい、はい、今まではですね、パパと坂本龍馬さんが、こちらにいらっしゃったんですけども、龍馬そう、それはですね、立ち位置、今はね、いつも動画でやってる立ち位置、こっち側に私、こっち側にエジン君というような立ち位置でアイコンを変えました。色的にはね、同じであるんですけども、まあね、やっぱね、各方面から言われてましたよ、はい、あの、なんで坂本龍馬なんですかって。うん、A ちゃんが坂本龍馬ってことになる。そう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 、エジン君坂本龍馬じゃないから。龍馬ではないですそうそう、だからね、ちょっとそうそう、変えた方がいいかなということで変えました。もう、うちら2人でやってるチャンネルになっちゃったからね、いつの間にか。まえちゃんに、はい、あとまえちゃんでセカンドのアイコンも同じようにしました。同じでブルーがかったやつね。そしてゲームまえちゃんのアイコンも緑がかったやつね。あの、うちら2人のね、アイコンで変えておりますので、これまでね、今まで龍馬さんを目印にしてた方いらっしゃるかもしれないけど、中にはもしかしたらね、そしたらちょっとあれ、なんかまえちゃんね、いなくなっちゃったなーなんていうふうに思わないでくださいね。はい一応あのアイコンが変わりましたというご報告でございました、今回はね、はい、ということで今日の動画がですね、もしよかったなとか楽しかったなと思わないか、今日はね、そうだね、はい、お知らせですからね。あ、お知らせは、まあ、多分思わないな。まあでも、まあでもアイコンがよくなったんじゃないかなと思った方はぜひ高評価ボタンをお願いしますね、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にまえチャンネルが出てくるようになりますので、その新しいアイコンでね、出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします、はい、そしてコメントもいただけると嬉しいですね、はい、アイコンに対するコメントもいただけると大変嬉しいです、はい、あとまえチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、そちらのフォローもお願いします、はい、こっちの方のアイコンも順次変えていきますのでね、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ、はい。